はい、おかえり、お疲れ、こんばんは、マチコでございます。はい。はい、今日はですね、新しく、二重Vlog。ね、っていうのがね始まったいうことで、もうだいぶ経つけどね、実際に、ね、出てから、ま、時間経っちゃったけど、ただこの動画撮りたいとリアクションというかね、感想動画撮りたいなということでまだ見てませんでした、はい、我慢してきましたんで今日はそちらを見ながら感想を言っていきたいと思います。スタート二重ずつ Vlog ということで、ね、これ一人一人ずつやっていく感じ。そうだって、まこちゃんだって今回はもうまこちゃんだけのまこちゃんの Vlog だったから、ね、多分順番にやっていくんやと思う。まこりおまやりくと、そうそうそう、いいですね。で今回はまこちゃんが、何やらデザインをそう、するための、衣装の、生地とか生地から本格的に揃えてちょっとやってみようと思います、ね、って可愛いな。とんでもとんでも行くって言ったね。いいよね、この韓国をブラブラしてる20、いやいい、あの、ね、すごくいい、ちょっとめちゃめちゃ楽しみ、もうワクワクです今から。はい、行きますよ。楽しんできます。バイバイ。東大門종합시장。いやちょっとどんな感じだろう。やっぱ生地とかたくさん売ってるんかな。すごい。わ、なんかあの値段が書いてないものは無料で持っていけるらしいんですよね。이거는가져가도돼요。なんかベルベス이런재질괜찮아요。감사합니다。え？持ってっていいの？なんかまあ見本みたいな。もんでしょ、あ、ちょっとした歯切れみたいな感じの、それは持って帰っていいやつは持って帰っていい、一回断れとったけどな、それダメですって言われた。それはダメです、それしかないからみたいな。ベルベットみたいなやつ、こっちはいいですかみたいな、やっぱ韓国語がもうあれなんだね、わかるし喋れるしって、すごいな。本当はダメだけどって言われて、本当はダメだけど、やっぱ可愛いから、可愛いから、お兄さん許しちゃったんだよね。そうだね。いいですね。まあそうやってなんか大阪でいうと本町とかさ、あの船場センター街みたいな、あの辺まあ服の卸とかさ、歯切れとかさ、いっぱいあるなんかちょっとそんな雰囲気がありましたね。なんか面白そうやね。でもとんでも、はい、続き。優しいですね、皆様本当に。사장님혹시이거가져가도돼요？하나괜찮아요？감사합니다。社長さん、これ持って行っていいですかって言って、なんで社長さんって分かったの？なんか言うらしいよ、社長さんって。そうなんや。なんか分かんないけど、そういう感じの人に、社長さん、なんかどっかでそういう話を聞いたことがある気がする。なるほど。覚えとこう。ゲットしました。社長님、花가져가도돼요？괜찮아요？今日はもう、お金を払わないね、まこちゃん。今日はもう、あの、だって、本当のやつを作るわけじゃないから、その生地を集めてきて、そっからデザインをしていくってことでしょ、多分。それをこう、それにインスパイアされて、みたいな。そっかそっか。だってあれで作れっつったら、キューピーの着せ替えぐらいじゃん。そうだ。ちっちゃいもんね、生地がね。キューピーの服だったらできた。사장님이거가져가도돼요？혹시이런것도잘라서가져가도돼요？감사합니다。あんな切って持ってこんだ、すごいな。なんかね、え、いいのって日本なら思っちゃいそうだけど、この辺と言うて、大丈夫かな、ね、そこダメだとか言われへんのかな。そこ、あなたそこダメって、ね、あ、切っちゃいましたみたいな、まあ、そんなことないように。この辺とこの辺とか、すいません、いただきます。ちょっと結構持ってくね。사장님이거가져가겠습니다。もうこれ持っていきますなってね、最終的に。もうすっかり慣れちゃって。最初いいですかみたいな感じだったのに。もう当たり前のに。はい、これ持ってきます、社長さんって言って。ね。すごい。順応性が早い。早いね。さすがまこちゃんですね。まあ、こんな感じでね。まあ結構もうすごいゲットしてるよ、無料で。こんな使う？買ってないでしょ、これ全部。そうだよね、全部あの持ってっていいですか方式でね。日本だから使う使うじゃなくて、それをバーッと並べといて、あ、こっから選ぶって感じ。楽しいやろな。いただきました。ブックとかも買って、まあ実際にね、こうデザインをしていこうかなと思います。別の場所に移動したいと思います。一応布はこれで終了ということで、今からスケッチブック買いに行くのかな。スケッチブックとか小物を買いに行くのか。
のファンデ、ホンデ、はい、まあ、絵の具だったりとかスケッチブックとあとペンだったりとか鉛筆とか買いに来ました。鉛筆の匂いがめっちゃ好き。いろいろこうやって鉛筆があるんですけど、36、どれがいいんだろう、48、もういろんな色ある方がいいよね。24、あ、36、何あの数字は何のこと言ってる多分色の番号だと思うんだけど、なんだろうね。36にします。これもちろん36色か、36色、そういうことね。24色とか、ね、なるほどなるほど、うんうん、綺麗そう。やばい、幸せや。久しぶりにこんなテンション上がったかもしれない。最高や。じゃあ3便と2便を買います。購入します。このじゃじゃん、ピントが、あ、え、こっちだ、あった。テープも買う。ピントあったけど何が何だか分かんなかったけど、うん、とりあえずもうまこちゃんのテンションがむちゃくちゃ上がってるっていうのは伝わってくるね。なんか楽しすぎて、いや楽しいよな。でもこの文具売り場とかさ、ね、うん、楽しい楽しい。絵の具売り場とかさ、うんうん、私もそんなに大したことせえへんけど、結構パステル画を描くのが趣味だった時期があって、うんうんうん、もう楽しいやん。楽しいよ、わかるよ。私はあの一応美術 の美大出身だからね、行ってたけど、うん、まあ、でもそのこういうとこに行くやん、友達と、うんうん、ちょっと画材屋寄ってこうって言って行くけど、うんうん、当時はお金が全くないから、ね、はいはい、こんなにポンポン買えないから、うん、とりあえず見てあれ欲しいこれ欲しいって言ってるだけでも楽しかった、うんうん、ね、本当に。私もなんかハワイ行くんだけど、ね、お土産何がいいって言われた時に、うん、あのもう友達やね、普通の友達やねんけど、うん、あのパステル買ってきて、ね、なぜパステル。いや外国の方が安いから。あ、そうなんや。そうそうそう、そうだったんだ。そうそう、楽しいよね。でもね、絵描くって楽しいよ。はい、続き、このじゃじゃん、ピントが、あれ、じゃあもうこれで購入していきたいと思います。お会計ですね、127,900ウォンということですか。ということはいくら127,900ウォンは日本円でいくら。127,900韓国ウォンは13,211円です。だって13,211円。結構じゃあ。結構買ったね。画材にしては買ったか。確かに。へーって驚いてる。うん。まあまあまあ。するよね、本当に。まあちゃんとしたいいやつ買った。色鉛筆だってあれ36色あったらさ、うんうんうん、めっちゃ買っちゃった。大丈夫、大丈夫よ、まこちゃん。2万、うん、事務所に出してもらえ。経費だよ、経費。購入しました。まあ切れは布、あの布切れはただだったからね。布はただだったからね。うん、美味しそう。お、なんだ。お、いいね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 。食べるか、食べるか。まあ、何を食べるのかな。見て。何マシュマロアイスクリーム。マシュマロアイスクリーム。外側が焼いたマシュマロかな、で中にアイス入ってんのか。そう、ね、ちょっと食べて食べて。これ食べる、これ食べる。チョコロ、ね、チョコ好きだもんね、まこちゃん。楽しみ。こんな感じマシュマロみたいな。え、ほらでかすごいな。でかくね。でかいよ。思ったよりこう立体的にでかい。奥行きが。え？うわ。今から焼くんだ、目の前で。なんで恐竜？面白いね。火を吹いてるっていうね。うん、うわ。マジで使うさんに。おお、焼き道具だけどね、これもうね。うん、また流行るんちゃう？これ日本でな。またやるでこれ。うん、食べてみたいと思います。そりゃそうですよ。溶けにくくていいかも、夏とか。パリパリしてるけど、なんかアイスクリーム美味しい。中見せて、中ちょっとめっちゃ美味しい。ちょっとあれかな、マシュマロはとろっとしてんのかな、焼いたから。焼いたから ね、うんうん、で中にアイスが普通に入ってる感じか、うんうん、ちょっと中がよくわかんないよ、まこちゃん、うん、本でお満喫しながら食べていきたいと思います。あ、でも中にチョコっぽいアイスがちょっと見えてるね。最高。まあこんな感じで、ね、あ、本当だ、うん、チョコが、チョコが、ね、入ってるね。てて、うん、これたまらんな、これね。美味しいわ。美味しいと思う。うん、すごいの考えるね、韓国。いくら、いくらな、何あ、いくらだろう、これ。ね、500円くらいするんじゃない、やっぱ。ちょっと歩いて散策しながら。
食べていきたいと思うんです、うん、それもう食べて次のものを食べてまこちゃんいろいろ食べていろいろ見せてっていう、うん、まあ、この後じゃあまたねバイバイ。あ、やら終わっちゃった。そっか、食べるところ終わっちゃった。食べるところ、うん、もうでもこの後の時間がなくなっちゃうもんね、うんうん、これからデッサンするということで、ね、はい、はいはい、今さっきもうなんか記事買った時からもうワクワクしすぎて、もう恋人ですかっていうぐらい私この布ジャンたちと無言のねアイコンタクトずっとしてました。ということで、まあ、帰り無言でよかった逆に無言のアイコンタクトでよかったずっと喋ってた、うん、そうだよねあなたがねってそれはそれで可愛いけど、可愛いけどね、うんうん、普通の人が見たらギョッとしちゃうからな、うん、そうそうそう、まこちゃんそこまでってなっちゃうから、うん、よかったよかった、はい、変えていくんやね今からね、はい、行きたいと思います。行きました、じゃーん、これということでね、じゃ今から本格的にちょっと布を、あ、これめっちゃやりたかった、つけていこうかなって思います。あの描いたやつに布を貼り付けていくんやね、そういう感じだったな、はあはあはあ、どういうことかなと思ってて、縫ったりすんのできんねやとか思ってたけど、うん、そうじゃない、うん、とりあえず色を貼って同じように平面的にやってみるってこと、できるかな、まこちゃん。ということで、まあ、できました。こういう風にしてくださいってことね。なるほどなるほど。しつけね。これここはこれで、うん、これをつけてって言います。そうかそうか。あとはもう作る人が作ってくださいという。そうやな、確かにな、うん、確かにレースなんかそのまま貼ったら全然サイズが違ってくるもんな。そうそうそうやね、うん、と思ってたら、そう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 、そういうことやったね、うん、どうなるのかちょっと作ってほしいねこれ実際な、うん、まあ、一応基調とした生地はまずこのバーガンディのちょっとベロア系の生地なんですけど、その生地の上にレースを付け加えて、こんな感じの生地、こういう透明のなんかもう透けてる編み編みをブワーって作りたかったんですけど、今日はないので、まあ、一応こんな感じでこういうタイプのを下にブワーって付けて、もうボリュームを出す。であとは中間に蛇腹系のフリルを付けてちょっと味を出してます。こんな感じでできました。分かったね、なんかね、うん、うん、なんとなくなんとなく、ね、あ、そういう感じかって、うんうんうん、いいいいって思ったね、いいってなったね、うん、すごいね、デザイナーさんだ、うん、やるんじゃない、うん、もうあの、ね、20の衣装担当みたいなこと、うんうん、オリジナルの あのブランド立ち上げんじゃない、うん、ほんまやね、将来的にね、うん、できそう、まこ山口、まこ山口、うん、でそこにあっちゃんも乗っかって、あっちゃんも乗っかってね、うん、2人でね、ブランド島、あそこ山口山口ブランド腰の兄弟みたいなね、うんうん、いいじゃないいいじゃないいいじゃない、結局時間があるから、うん、もう一個書いちゃったっていう、ねえ、うん、すごいよね、そほんまに好きなんやな、うん、まこちゃんなんか、ね、まだ時間ありますからもう一個書きますから、そうそう、本当ですか、いいんですかってちゃんと考えてね、うん、かわいい、しかも本当にかわいいっぽい感じの衣装だよ、ね、これ、うん、ミニスカートにです、1枚目はやっぱあれやな、リマちゃん用かな、あっぽいね、色もね、赤、ちょっとリマちゃんに似合いそう、2枚目は、うん、2枚目はちょっとピンク入ってるから、うん、ミヒちゃんうん、あ、そうね、そ、ちょっと可愛らしい、うん、下レーススケスケふんわりね、うんうん、肩ちょっとボンワンね、はいはい、いいね、ミニスカートやね、うん、あのレースのスケスケの下にズボン履いてる時あるやん、人おるやん、はははちょっと一時前からさ、はははは、あれ苦手やったわ、あ、そうな、うん、普通の足やったらいいの普通の足やったらいい、短パンとか履いてて、うん、長ズボンはダメ、長ズボンでなんでそのフリレース巻くんかなとか、ね、気持ち悪かったけど、そうない、まあ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 、本当に、まあ、まこちゃんが好きなね、ことをこうやってやってくれたっていうのは、そうそうそう、うん、本当にそれが良かった、うん、ね、もうずっと嬉しそうやったよ、まこちゃんニコニコしててさ、うんうん、こっちも楽しくなっちゃう、そうなのよ、うん、まこちゃんが嬉しそうだと、はい、ウィジューも嬉しいですのでね、うん、そうですよ、楽しみです、これからこれいいね、この、うん、コンテンツね、この Vlog ね、はい、特にこの韓国でっていうのがまたいいやない、そうそう、食べるとことかな、そうそう、街並みがあったり、うん、なんか韓国語でやり取りしてたりとか、そういうのも見れて嬉しかったし、はい、まあ、今回まこちゃんやったから次リオちゃんということで、はい、ね、多分そういうことなんだろうね、うん、と思います、リオちゃんやっぱファッション番長ですから、ね、もうどっかまたあの街へ繰り出して、ね、古着屋巡り
巡りとかね、いろいろ韓国のブランドのね、カジュアルなやつとか、お買い物風景とか、普通に、うん、普通にお買い物してるだけでもいいから見たい、なんか、ね、どんなん買うのかなとか、うんうんうん、何すると思う、まあ、買い物だと思う、買い物やな、ね、リオのどこ行こう、いや、リオのどこ行こう、ベストモノどこ行こうみたいな、リオのどこ行こう、洗剤ばっか買えへんよな、リオちゃんは、大丈夫だと思います、はい、そんなんも楽しみにしておりますので、はいはい、これから、皆さんの感想なんかもね、ぜひともお書きください、お願いします、そしてここまで見ちゃった人は見ちゃったボタン、ポン押しておいてくださいね、お願いします、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、おかえりお疲れこんばんは、今日もマッチこと、夢マッチがお送りしました、また次の動画でお会いしましょう、ごきげんよう、さよなら。